誰からも答えを教えられなくても正しい方向に、学習をしていく、自分で答えを見つけ出せる能力っていうのがニューラルネットワークのすごいところだと思います。脳の仕組みを使って人工知能の理論を作るには、僕たちの頭の中には脳がありますけど、ニューロン、あるいは神経細胞が約1000億個集まってできている、臓器になります。で、ニューロン同士がお互いに結びつきを持っていて、お互いに情報をやり取りしながら活動することで、見たりとか聞いたりとか、そういう考えたりとか、そういうことができるっていうふうに言われています。で、その結びついたネットワークのことをニューラルネットワークというふうに言っていて、それを研究しているという形になります。人工知能ですとか機械学習という分野がありますけれども、あれも、ベースとなっているのは脳の、情報処理ですとかニューラルネットワークにヒントを得て仕組みが作られています。で、今でもすごく人工知能は便利になってきてますけれども、脳をもっと詳しく調べることによって脳で分かったことをさらに人工知能に応用することによって、より便利で使いやすい人工知能が作れるというふうに、そういった工学的な応用面もあると思っています。ほとんどの学生は数理モデルとかを使って、プログラムを使ってコンピューターの中に脳であったりとか、人工知能を再現してみて、でシミュレーションをして、じゃあどうなるかっていうのを研究しているという形になります。学生によってはディープラーニングとか、深層学習といった人工知能があるんですけども、そういったものをやってる子もいますし、それとは少し違う、人工知能としてリザーバーコンピューティングっていう最近出てきた人工知能をやってる子もいます。少し応用面で言うと、今学生たちが取り組もうとしているのは未来を予測する、例えば将棋で、次の一手を予測する AI だったりとか、サッカーで次のプレーを予測するといった未来を予測する人工知能っていうのをやろうとしている学生もいます。